YouTube をご覧の皆様、こんにちは。エトロの動画を編集している飼い主 B です。シェルティを迎える前に大量のサイトを見た僕なんですが、本当に当てにならない情報が多すぎると感じています。特に費用について書かれているサイトは、と思う情報が本当に多いです。そこで今回はシェルティを迎えた僕たちだからこそ教えられる、シェルティを迎える時の費用について詳しくお話しします。すでにシェルティを飼っている方は、うちはこうだったとコメントで教えていただけると嬉しいです。まずは一番気になるであろうシェルティの価格から説明します。僕たちはエトロが生後80日の時にお迎えしました。その時の価格は30万円。シェルティを安く迎える方法で紹介している通り、もともとは33万円出されているところを30万円で譲っていただきました。ネットでは15万円でお迎えできると書いてある記事が多いんですが、正直15万円で子犬を譲ってもらうのはかなり難しいと思います。実際にシェルティーオーナーたちにアンケートで聞いたところ、30万円以上の人たちが割合的に最も多いという結果も出ています。最近はシェルティーも人気が出てきているらしく、価格はどんどん上がっているみたいです。続いてシェルティーのお迎え前に買わなきゃいけないものリストを紹介します。僕たちがお迎え前に買ったものはこちらになります。サークル、トイレ、プレートについては、成犬になった時でも大丈夫なよう大きめのサイズを選んでいます。中型犬のサイズとなるとサークルの価格はぐっと上がる印象です。意外と盲点だったのが滑り防止クッションマットです。フローリングだとツルツル滑ってしまうので、安めのマットを探して購入したんですが、結構お金がかかってしまいました。それでも滑り止めになりながら床の防護もしっかりとできるので、賃貸の人は絶対に買った方がいいと思います。そしてずっとかかるドッグフードはネットだと1キロ2000円台の商品を例で計算していることが多いですが、正直1キロ2000円はかなり高い方です。ドッグフードは安い商品であれば1キロ700円ぐらい、平均でも1キロ1300円ほどで購入できます。安全性に配慮されていながらも安い商品はたくさんありますので、高い商品イコールいい商品だと思い込みすぎないように注意しましょう。そしていざシェルティを迎えたとなった時にも買わなきゃいけないものがいくつかあります。それがこちら。しつけのためのおやつ、遊ぶためのおもちゃはちまちま買っていたので正確な金額はわからないんですが、ダイソーとかでパパッと揃えてるのでそこまでかかっていないと思います。シェルティの場合はブラッシングが必ず必要になるので、お迎えしたら必ず揃えるようにしましょう。あと買わなきゃいけないものではないんですが、混合ワクチンや狂犬病ワクチン、フィラリア、ノミダニ予防薬など動物病院での支払いは結構あります。例えば混合ワクチンの場合、3回の接種が推奨されているため、預かる前に1回目のワクチンを受けた子の場合は2回通わないといけません。ワクチンの価格は種類によりますが、エトロの場合は混合ワクチン6種1回6000円を2回受診しています。最後のまとめの前に、今回は僕たちが買ってよかったなと思うものも紹介したいと思います。犬を飼う上で防臭系グッズは本当に揃えていた方がいいと思います。特に脱臭機は一番おすすめです。防臭のゴミ袋に入れてもうんちの匂いが多少出てきちゃいますし、夏場とかはクーラーで締め切る分匂いもこもりがちになります。そんな時でもペット用のゴミ箱の近くに脱臭機を1台置いておけばかなり匂いは軽減します。いろいろと防臭グッズを試してみたけどやっぱり匂いが気になるっていう人は脱臭機をぜひ検討してみてください。最後にこれまで紹介した初期費用を合計させてもらうと409,283円になります。買ってよかったものリストを抜けば約37万円ほどになります。この費用はあくまで最初に必要だったお金です。ワクチン、お薬代といった病院費、ドッグランの使用料金、ドッグフードやペットシートなどずっとかかる費用などを合わせるともっとお金はかかります。そして何より時間もかかります。シェルティの子犬を預かろうと思う前に、今一度お金と時間について考えてからお迎えするようにしてください。